海上自衛隊の第3航空隊哨戒機部隊が、アメリカ海軍主催の共同訓練で勝利だと？どうしたのよマリサ？海上自衛隊が神とかゴッドとか言ってたけど、そこまでは言ってないぞ。どうやら海上自衛隊の P1 哨戒機が2連覇を果たしたらしいぜ。と、とんでもない記録ね。これは気になるわね。ということで今回は海上自衛隊第3航空隊哨戒機部隊がアメリカ海軍主催の固定翼哨戒機多国間共同訓練、シードラゴン2024でチャンピオン海上自衛隊 P1 哨戒機で2連覇をお送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、2024年1月8日から24日にかけて、グアムの、アンダーセン基地で繰り広げられた、シードラゴン2024にて、我々の海上自衛隊 P1 哨戒機部隊が、アメリカ、イギリス、フランス、カナダ、インド、英国といった大国相手に対戦戦技競技で優勝したらしいんだ。ふむふむ、しかもナレイム、それも2年連続だ。2年連続ですって？これは驚異的な成果だと言わざるを得ないわね。ああ、戦力的な知恵と技術の粋を集めた勝利の証だぜ。しかし油断は禁物だ。そうね。実際の敵は次にどう出るか、常に予測を立て準備を怠ってはいけないわ。完全な勝利はないんだもの。常に進化し続ける必要があるわよね。そうだな。さてシードラゴン演習の歴史を振り返ると、興味深い展開が見られるんだ。ほう？2020年以降、日本や渓谷も含む他国が参戦し対戦戦競技の舞台の争いは一層激化したんだ。なるほど。みんなこぞって一番を取ろうとし始めたのね。2019年にオーストラリアが優勝し、2020年はニュージーランド。2021年と2022年はカナダと、毎年異なる国が頂点に立ったんだぜ。この競争は戦略の深淵を垣間見るいい機会だ。そうね。古参の P3C 哨戒機が3年連続で優勝していたことは、技術の進歩にもかかわらず経験と戦略が重要であることを示しているな。しかし、2023年からは風向きが変わったんだ。どう変わったの？新型の P1 哨戒機が日本の手により連覇を成し遂げたんだぜ。おお、さすが日本ね。これは技術革新と適切な戦略がいかに重要かを物語っているわ。だな。昨年は第一飛行隊、今年は第三飛行隊と我々の国はどの飛行隊も優秀だぜ。うん、とっても優秀よ。キムチの国とはレベルが違うの。だが、戦いは常に進化する。次回どのように挑むか楽しみだぜ。そうね。アメリカとかならまだしも警告に負けたりしたら末代までの恥だから、油断大敵、注意を払って前進を続けてほしいわ。視聴者の皆さん、2024年シードラゴンでの日本の大勝利に対する意見、コメント欄で教えてね。さて、P1 哨戒機はただの哨戒機ではないんだ。ふむふむ。なぜなら川崎重工業が主体となり、そのエンジンは IHI 製の F7、試験機は XF7.10 だぜ。ほう、国産なのね。いや、これらは純国産であり、機体開発には三菱、富士重工、日本飛行機も参加しているぜ。つまり、一つ一つの部分が日本の技術力の結晶というわけね。そうだ。システム面ではレーダーは東芝製、音響処理装置は日本電機製、管制装置はシンフォニアテクノロジー製、事故防御装置は三菱電機製、そして空調装置は島津製作所製、足組み立ては住友精密工業製と、日本の専門メーカーがその技術をつぎ込んでいるんだぜ。なんだと？日本技術の結晶か。機体は P3C と同程度の大きさでありながら、巡航速度と航続距離の向上、騒音の低減といった要素を海上自衛隊の要求に応えて実現しているんだ。一方、競合機の P8 は、アメリカ海軍の要求に応じた設計で、エンジンは2発、磁気探知機 MAD を装備せず、無人航空機との連携を前提としているな。どうして違うのかしら？アメリカはマットなしで戦えるの？ MAD な。この違いは P1 哨戒機が、いかにして海上自衛隊の要求に合わせて設計されたかを示しているぜ。ほう。海上自衛隊には P1 がぴったりってわけね。ああ。敵にとっては頭の痛い問題だろう。うん。我々にとっては誇るべき技術の力だけども、これを最大限に活用して、今後も戦略に活かしていくべきだわ。そうだな。それでは、P1 哨戒機の内部も見ていくぜ。P1 哨戒機の操縦系統は、精密電子機器との干渉を避けるために、光ファイバーを使用したフライバイライト方式を採用しているぜ。この技術は実用機としては世界初の試みであり、配線の軽量化や消費電力の低減も図られているんだ。また、オートパイロット機能は旅客機並みに進化しているぜ。高度な操縦アシスト機能を備えているのもポイントで、
ミッション用の機器は機体の飛行試験と並行して開発されたものだな。1990年代から技術研究本部による自主開発が進められており、XP-1 装備品もこれらの延長線上にあるんだ。ほう、XP-1 もか。アメリカ軍との総合運用性を考慮した共通性の確保が計画されていたが、最終的には日本独自のシステムを搭載することになったな。機内レイアウトは P3C に準じており、コックピット後方の多孔席はバブルウィンドウを備えているぜ。胴体上部には特徴的な HLR109BESM 装置のアンテナが設置されているな。MAD ブームも搭載し、カナダの CAE 製 ANAS9508V を、三菱電機がライセンス生産した HS902 が採用されているぜ。すげえ、全然わからんけど。機種下部には、光学赤外線探知装置フリルターレットがあり、胴体下面には敵味方識別装置 IFF アンテナなどが設置されているぜ。なんそれ？これらの特徴は敵を見つけ出し、戦いに勝つための必要不可欠な装備だな。ほう。敵に対する優位は確実というわけね。ああ。P-1 哨戒機に搭載されているホームページ S106 レーダーは、X バンド帯を使用するアクティブフェイズドアレイレーダーで、窒化ガリウムを使用した送受信素子を16モジュール装備したパックを100列に収めているぜ。このレーダーは後方気象モード、対水上モード、逆合成開口モード、合成開口モードなど多様な動作モードを有し、P3C よりも遠距離かつ、高高度から微小な目標を探知する能力を持っているぜ。戦闘式システムには、SH-60K の HYQ2 と同様の、人工知能的コンポーネントを備えた知識ベース技術を適用した、HYQ3 情報制御処理機が搭載されているな。なんそれ？もう1ミリもわからなくなってきてるんですが、まあ HYQ3 は戦況や情報を入力すると、その分野高性能レーダーからのデータを一元処理し、最適な作戦を指示するものだ。これにより判断の半自動化が実現し、リアクションタイムの短縮とワークロードの低減が可能となっているぜ。また偵察衛星との交信や民間船の運航情報などを、海上保安庁や各機関から取得し処理することで、即座に民間船と不審船を判別する能力も備えているぜ。これらの技術は高度な戦闘式システムと先進的なセンサー技術を搭載した戦略的なアセットであることを示しているな。よくわからないけど、P-1 最強ってことでOK？まあそれでいいだろう。そんな P-1 哨戒機は、国産の音響処理装置 HQA-7 を搭載しその部位からの音響信号を分析するんだ。この先進的な装置により静音潜水艦に対する対応能力が高められ、搭乗員の業務負荷も軽減されるんだぜ。事故防御装置としては、HLQ-4 が搭載されているな。これはレーダードームの左右横と機体後部左右に装備された、ミサイル警報装置 MWS やレーダー警報受信機 RWR のセンサー情報を統合し、脅威判定と自動的な防御手段及び、回避手段の提示を行ってくれるぜ。すげえ、こりゃマジもんだわ。データリンクとしては MIDSLVT 端末が搭載されていてだな、リンク16に対応しているぜ。これにより、イージス艦や F-15J 近代回収機、E-767 との情報共有が可能なんだ。どこまですごいんだこの P-1 とかいうやつは震え。この技術の組み合わせは P-1 哨戒機が高度な情報収集と分析能力を持ち、同時に事故防御能力も備えていることを示しているぜ。これらの装備は潜水艦に対する対応能力の強化と、搭乗員の業務負担軽減に大きく寄与しているな。そして戦術的な利点をもたらし、敵にとっては厄介だろうが我々にとっては歓迎すべき装備だぜ。ふ、もう習近平の好きにはさせないのよ。お次は P-1 哨戒機の兵装についてだが、P-3C 同様機種の下部には爆弾層を備えており、対戦爆弾や魚雷を格納できるんだ。しかしその進化を発揮するのは、主翼の下のハードポイントなんだぜ。ここにはパイロンによって最大8発までの対艦誘導弾や空対地ミサイルを装備できるからな。おお、火力の面では P-3C の倍に匹敵するじゃないのよ。そうだぜ。その部位の発射口は P-3C と同じく、飛脚の後部に、位置しているが数は10個減っての38個になっているな。ほう、ついに見つけたわ。P-1 のウィークポイントを。いや、P-3C の場合、飛行機の機内から装填可能な数は限られていたんだ。というか、人力での運搬が必要だったからな。だが、P-1 では全てが内部から装填可能であり、一部はロータリー式の、ランチャーによる自動装填によって作業負担が大幅に軽減されているぜ。なん、だと？数は減ってもウィークポイントではないのか？連邦の白いやつは化け物か。いや、哨戒機も白いが、アムロの乗るガンダムじゃないぞ。さらに将来の新型その部位にも対応可能な拡張性を備えているんだ。
これらの兵装によって、P1 哨戒機がただの監視ではなく、強力な攻撃能力を持つ戦闘機でもあることを示しているぜ。うん。海上自衛隊にとってこの機体は敵に対して圧倒的な火力を、誇示し、作戦成功の柔軟性を高める重要なアセットなんだわ。まさに力強い味方、ガンダムね。だからガンダムでもコアファイターでもねえんだよ、ハンギレ。さて、配備間もない P1 哨戒機だが、2020年代における潜水の静粛化と高性能化、そして行動海域の拡大に対応するため、対戦能力向上の研究が進行中だ。具体的には何が進行してるのよ？具体的には機材の COTS リフレッシュ、情報融合能力を有した戦闘指揮システム、そして、レーダーや光学音響センサーの信号処理技術の研究に力を入れているぜ。おお、もう P1 哨戒機はただの哨戒機じゃないわ。日本を守る最強の兵器なのよ。さて、日本の哨戒機は2018年にこんな事件に遭っているんだ。事件？それが警告軍によるレーダー照射事件だぜ。あ、あれかドン引き。警告市中央日報は2022年8月18日、警告軍が日本の海上自衛隊哨戒機に対し、火器管制レーダーの照射を含む指針を作っていたと報じたな。指針は、2018年12月に警告軍駆逐艦が海自 P1 哨戒機に、火器管制レーダーを照射したとされる事件を受けて作られたという。自衛隊の元幹部は、同氏が報じた指針についてとんでもない代物。よく、こんな指針を警告軍は受け入れたなと思いますと探索したそうだぜ。どんな指針なの？聞きたくないけども。同氏によれば、警告軍当局は、19年1月に第三国航空機対応指針を、同年2月までに日哨戒機対応指針をそれぞれ作成したそうだ。第三国の航空機が高度1500フィート約457メートル以下に、降下接近した場合、警告など4段階に分けた対応を行うもので、日本に対する指針は5段階で、第2段階の警告にも応じない場合、火器管制レーダーの照射を行うというらしいぜ。これが準同盟国がやることなの。ちなみに、18年12月に起きたレーダー照射事件では、海事機は高度150メートルを維持していた。警告軍駆逐艦に5000メートルまで接近した時点で、火器管制レーダーの照射を探知しているぜ。話にならなくて草。そもそも元幹部もなぜ C 国やロシアより、日本にさらに厳しい、指針を取るのか、全く理解できませんと語っているぜ。18年12月当時も、自衛隊内部では、準同盟国に位置づけていた。韓国軍からレーダー照射を受けたと知り、衝撃が広がっていたからな。C 国やロシアは、警告の防空識別圏 KADIZ への侵入を繰り返しているぜ。うん。これは確実に反日のなせる技なのよ。そう、これは核最新の副作用なのよ。ねえよ。核最新美味しいだろ。また、元幹部は国際社会では、近隣国同士が、偶発的な衝突を、避けるため、お互いの行動基準を定めることがあります。火器管制レーダーを使うような危険な行動基準を一方的に定める行為は、理解に苦しみますと語っているな。2018年12月の事件当時、日韓両国は19年1月14日にシンガポールで実務協議を開いたんだ。ここで、日本側がレーダー照射についてお互いの生データを、提供し合い、付き合わせを行うよう提案したんだが、警告国防省報道官が翌15日の記者会見で大変無礼な要求だと語ったことで、日本が態度を硬化。21日に最終見解を発表した上で協議を打ち切った経緯があるんだぜ。明らかに自分に非があると分かって逃げたわね警告。もうこの国やだ、アジアから出てってもらえませんかね提案。これからも自衛隊から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。